立浪監督、ゲームで、負けずの遊戯、ドラゴンズの絆だ、という謎の能力が付けられる。どういうことや。さすが名将や。鉄壁の内野陣、大嘘。こんなんあるんや、全球団見てみたいわ。言うほど機動力野球してるか？ようやっとる。選手としての立浪の評価なんじゃなくて？監督の画像で試合出るんか。このカードの設定作ってるやつ、めちゃくちゃ楽しんでそう。負けずの遊戯ええやん。ググったらモバプロ2とかいうのだった。モバプロってまだ続いてたんだ。ゲーム内の能力的に強い方なん。これ、トレード不可がじわる。特能に竜殺しをつけてくれ。トレード不可と下のチーム不在、もういい味出してるわ。厳しさとセオリーを両立って、そもそも相反するようなもんじゃないような。厳しさ足すセオリーは米抜き。大塩平八郎キラー。このゲーム知らないけどトレード不可で笑った。監督としてはトレード出しまくる模様。常連撃打線、だんだ。機動力野球、暴走しまくって噴死。負けずの遊戯って、暗黒竜の儀式の間違いだろ。選手時代の特能だな。名選手名監督にあらずとはよく言ったもんや。負けすぎの言うと打ち間違えた説。監督だと、勝てずの遊戯に反転するのね。シュニドラつけろよ。タッツでパワー78はインフレじゃね？こんな能力高くないだろ。満たされる毎日。デバフか？トレード化にしてくれよ。負けるの遊戯？トレード不可って、これ以上監督主導のトレードさせるなって意味？米奪いも追加で、トレード不可で草、呪いの装備かな？